はい、どうも皆さんこんにちは。全盲の YouTuber、アナちゃんこと穴澤ゆうすけです。本日は金曜日チャレンジアナちゃんの時間。今日は私穴澤が巨大鉛筆を使ってデッサンにチャレンジする恐怖の穴澤美術館でございます。アナちゃんのデッサンといえば最近ヌードデッサンでしょう。今日もどんなヌードが登場するのかなと、ヌードを期待していたあなた、毎回そんなエッチなこと、いや、エッチなこととか言っちゃいけない。いや、これは芸術ですから。芸術ですから。でも今日はあの、服を着た女性を描こうじゃありませんか。だから今日は美人画に挑戦するっていうことで、行きたいと思います。本日のモデルはこちら。じゃん。これはフェイトというアニメのね、イリアちゃん。まあ私、フェイト詳しくないんですけど、そんなに。そんなに詳しくない私の中では一番好きなキャラクター。すごいこれちっちゃいフィギュアでしょ?でもね、アニメの中でもかなりちっちゃいキャラクターなんですよ。うん、イリアちゃんは、なかなか可愛いんですよ。そう。優しいし。ということで、このイリアちゃんをモデルに描きたいと思うんですけど。いやまあ洋服着てるから簡単になるかっていうとそういうもんでもありませんしね。またこのイリアちゃんの服がね、まあこうほわほわとこうつなぎとか言っちゃいけない、なんかワンピース的な感じでしょこれ多分ね。そうだ、簡単そうですけど意外と難しいと思うんですよね。でこのメーテル的なっていうか帽子をねかぶってるんですけど、行ってみますよ。どの角度で描こうかな。どの角度で描こうかなとか、まるで描ける人みたいなものの言い方してますけど、そんな大して描けないんですよ。こんな感じで、こういうのと、こういう顔、ちょっと顔の輪郭の部分が間違ったかもしれないけど、もういいね。どうせ直せないしね。あと、このフィギュアでもちょっとちっちゃすぎてね、顔のどんな顔までかわかんないんだけど、まあパッチリを目にしちゃおうか。目の場所違うかもしれないんだけど。でこのこっち側に垂れている髪がさ、こんな感じかな。ちょっと待って。まずさ、で、ここからこう投げ。もう本当ほわーって感じだよね。で、スカートの裾が。ちょっと待って。これ手のつもり、ふわ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 、適当だな。足がこんな感じかな。細いおみ足が、そしてこれはなんかこうさ、もう
ベルトっていうかベストが合ってないような感じだよね。それともそのかなりハイウエストな感じなの？ここがウエストなのか、そういう感じか。だからって言って君かけるのかって言われるとかけないんだけど。まあでも大体近い線行ってんじゃないの？わかんないけど。ああもう音楽は終わるからこの辺でいいことにしようかな。あとなんか足すものありますか？いや、多分これで完成です。イリアちゃんです。いかがですか？いいねボタンもよろしく、チャンネル登録もよろしく。アナちゃんでした。